戸籍がないあなたへこの国で無戸籍で生きるあなたそして子どもの出生届を出せないそんな理由があるそのご苦労がある方相当な思いをされていると思います小学校に通えない健康保険証がないから予防注射もできない病院に行けない身分証明がなくちゃんとした仕事が得られない 結婚、出産も大変だ立憲民主党の仲間である井戸正恵さんもご自身の子供が無戸籍という問題で悩まれた当事者の一人ですそして戸籍の取得に尽力する活動を13年間にわたって続けてきました法務省の発表は800人ですが全体が把握できているとはとても思えません一説には最低1万人はいるという声もあります 無戸籍者で最も多いのは、離婚後300日以内に生まれた子は元の夫の子と規定する、着室推定の規定を避けるために、出生届を出さなかったケースです。つまり、離婚した後に、新たなパートナーとの間に子供ができた場合、今の民法の規定では、もう強制的・自動的に元の夫の子供になってしまう。客観的な事実と違うのに、 そんな出生届は出せないということで、多くの皆さんが苦しんでいます。また、経済的環境的さまざまな状況で。親が出生届を出せなかった場合などもあります。民法の七百七十二条二項。法的離婚後三百日以内に生まれた子供は、前夫、前夫のこと推定される。この規定が何よりもの問題です。確かに。 医学的な父子関係がはっきりと証明できない、そうした時代には、誰が父親なのかということをしっかりと推定することで、子どもの保護になるという、そうした考え方の時代がありました。でも、もはやそうした時代とは全く違います。私たちはまず、戸籍がないために、十分な行政支援が届かず、孤立している方々、政府がその実態を把握することで、 徹底した支援を進めてまいりますその上で、立憲民主党は民法の再婚禁止期間と今の着室推定の規定を整理し正したいと考えています女性の離婚や次の結婚、出産時期による父子関係の決め方を明確にすることで無戸籍時の救済につなげていきます